骨の趣味部屋へようこそ、ということでね、今回はね、渋谷の、パルコ行ってきました。はい、何をしに行ったかって言ったらね、動画でもね分かると思いますが、こちらですね、アキラアートオブウォール、はい、こちらですね、渋谷のねパルコ建設中にね、建てられてた、工事のね外枠の鉄板板みたいなあれのね、展示会みたいなのがあったんでね行ってきました。はい、まあ、こちらはねそれのフライヤーですね。はい、こんな感じで、工事の仕切り板みたいな感じでね書かれてたんですね。はい、いやーかっこいい、かっこいいしおしゃれだよねアキラってね。はい、こちらをね行ってきて、買ってきたものなんですが結構いろいろ売り切れちゃってるんですよね。パーカー欲しかったんですけどパーカー売り切れ、であとねガチャガチャ、本当はガチャガチャやりたかったんですよ、お一人様10回のガチャガチャを、それもね売り切れ、いやもう何もなくてね。であとこれ以外に買ったのが、こちらステッカーセット、はい、こちら、印象的なシーンのね、ステッカー、 いいね、はい、こちらがね、A4 サイズのステッカーセット、これ3枚入りなんですけどね、まあ、ちょっと中身は見えないんですけど、まあ、自分も開けたくないんでね、まあ、ちょっと一覧載せておきます。はい、はい、これがね、まず一つで、もう一つ買ったのがこちら、はい、ポスターですね。はい、これもね絵柄はもうこれです。これの絵柄のポスター、はい、A2 A2 サイズ、はい、これも買いました。はい、でねあと買ってきたのは別にその展示会の中で買わなくても外の方で売ってたやつなんですけど、今袋に入ってますけどね、はい、ミニフィギュアですね、はい、海洋堂から出てる、これねもう再販なんですよね、初版はね2003年かそんぐらいすごい前のやつですね。はい、それが、2つ購入してきました。一応ねちょっとこのラインナップを見るとね4つなんですけど、一番欲しいのは金田とバイク、これが一番欲しいで、次に鉄を覚醒、はい、この2種狙いで買ってきたんですけど、一応ねちょっとバイクはた重い感じがするんでちょっと重そうなのを2つ買ってきました。はい、まあ、下手すりゃ高しが出そうだけどね。これをね、まず開けようかと思います。はい、では早速ね、ビリビリと上から開けちゃいますか。これもう開けたら分かるのかな、前はね黒い袋に包まれてて分かんなかったんですよね、開けてもなんか変な開き方になっちゃった。はい、ということでね、早速1個目開けたいと思います。どういう形で入ってるのか見えてるのか見えてないのか、いきます、せーの、あー覚醒ですね。はい、鉄を覚醒、まずは良かったですね。たかしじゃないだけ良かったな。これは何だろう、大作かな、こっち、あ梱包材、
え、っていうことは重さ調整してるのか。うわ、これはちょっとやられたな。わかんない、これじゃ。マジか。うわ、かっこいい。2019年のリビングにアキラをっていうことでね。もうこの時代設定がもう2019年なんですよね。物語の舞台設定がね。で、第2弾が、12月に出るんですね。はい。これもいいね。鉄オートバイク。これも欲しいね。これちょっとグロい感じですけどね。では、もう次いっちゃいますか。いや、これちょっとバイクであってほしいな。これバイクだったら最高だな。はい、じゃあいきます。頼む、バイク、バイクお願いします。せーの、はい、ということでね、見事にダブリということで、もうダメだ、おしまいだ。いや、マジかダブったな。ダブるか、これを。じゃあちょっとね、実は初版の方を持ってるんで、ちょっと比べてみましょう、どういう感じかね。はい、はい、ということでね、これが、先ほど出した、再販の鉄王で、こちらが初版の鉄王。結構違うね、うん、まずね、こっちムラがありすぎ塗装、初版は。でちょっとメタリックがかってんだよね、パンツもね、うん、で髪の毛もちょっとメタリック僕なってて、うん、彩色もちょっと違いますね。顔の表現も全然いい、違いますね、うん、そこら辺はやっぱ修正してきてますね、うん、土台も違う。いや、すごいね、結構な差だな。はい、ということでね、いやでもダブっちゃったな。はい、という感じですね。はい、で、渋谷のパルコって言ったらね、その4、いや、これ4階にあるんですけど、5階にね、任天堂ショップ、はい、こちらが、あって、で、カプコンショップもあるんですよ、はい、で、その階はさらに、刀剣乱舞のね、ショップとかもありますし、あとジャンプショップもあるんですよ。で、ポケモンストアもあるし、はい、ということでね、自分ジャンプショップや行きまして、ガチャガチャできなかったんでね、ジャンプショップ行ったんで、それのね、何を買ってきたかっていうのを、ご紹介したいと思います。はい、ということでね、ではね、ジャンプショップで購入してきたものを、ご紹介したいと思います。まずね、ちょっと大きいものからご紹介したいと思います。はい、こちら、またポスターです。はい、ちょうどね、昨日発売開始したポスターで、こちらですね、はい、ドラゴンボール、アートポスターです。これはね、もともとドラゴンボール完全版コミックスの表紙絵、それを集めた、ポスターになりますね。
これがこれをね、買いました。1200円プラス税なんでね、1320円です。はい、はい、これまあちょっとこれはね開けないで取っておくんで、で続きまして、あのねちょっとね自分が行った時ねラス1だったのがあって、それがこれ、はい、ドラゴンボールのねこれ温度計だね、うん、温度計というか室温計か、あ温度計付きマグネット、はい、こちらのスーパーサイヤ人孫悟空、これはねなんか1個しかなかったんですよ。600円プラス税なんで660円と、はい、これかっこいいと思ってね、こちらも買いました。はい、で、次買いましたのはこちら、ドラゴンボール Z のコレクションチャーム全10種、はい、こちらはブラインドになってますんでね、はい、何が出るかわからないラインナップはこちら、フリーサ、マジンブルー、シェンロン、カイン様で、孫悟飯、ベジータ、ピッコロ、トランクスで、ベジット、悟空と、はい、千獣種、まあ自分狙いはベジット、悟空、まあベジータ、トランクス、そこら辺かな。はい、まあ一応ねちょっとあの開封します、はい、とりあえずね全部紹介してから開封していきますんでね、で次買えましたのが、はい、こちらハンターハンターワシカンバッチっていうことでね、まあ、キリエシリーズ、はい、日本製って書いてありますね、はい、全12種っていうことでね、ラインナップは今後一覧、はい、まあ狙いはね、自分が一番好きな、キルア、はい、これは疾風陣雷を使っている時のキルアだな、うん、次はあのヒソカもいい、あとピット、まあ、ゴンのこのね成長したのもいいし、あと団長もいいね、あとオムネルエムね、結構いいね、はい、これが1つで2つ、これ2つ買いました。はい、どうしてもキルアが欲しいということでね、まあでドラゴンボールかワンピース関連を1200円以上買うと引けるね、ステッカーっていうのがあってね、まあ今ジャンプストアで地球最強フェアっていうのをやってて、ステッカーが1枚もらえます。まあちっちゃい丸型のステッカー、はい、それを引いて、まあ手立つがね、はい、引いたのがこちら、はい、ゾン参戦正解、はい、これね、店員さんに聞いてね、これなんかめちゃくちゃ見えるんですよね、手突っ込む感じのタイプなんですけど、めっちゃ中が見えるんで、これ選んでいいんですかねって言ったら、うん、まあ本当はパッて引いて パッて引いてもらった方がいいんですけど、まあでも選んでもいいですみたいな感じだったんだよね。ちょっと選んで、でもねドラゴンボールとワンピース混ざってるんですよね。でまあ選んで時間食うのもあれなんで、ささって、見てね、ちょっとドラゴンボールだと悟空がなかったんでね、だからそしたらこれが出てきたんですよ、参戦世界が。あ、じゃあこれリアっていうことでねもらってきました。はいはい、であとね、先着で、ショッパーね、ショッピングパックじゃないけどビニール、はい、こちらじゃん、はい、悟空渋谷11月22日オープンということでね、地球最強フェア開催中、
これ鳥山先生がね、デザインしたキャラですね。これね、なんていうのかわかんないけど、はい、でこれね両面なんで裏はねワンピース、はい、すごいねジャンプはね、最強フェアっつったらワンピースとドラゴンボールですから、はい、っていうのでね、これももらってきましたと、はい、っていうことなんでね、はい、ではね、開封するのがこの3種類ということでね、そちらをね開封していきたいと思います。ではまあ、ちょっと片付けますね、はい、はい、ではね早速開封したいと思います。じゃあまずドラゴンボール、はい、こちらは先ほども言ったようにベジット悟空が一番狙いですね、うん、もうすでにね、開けやすいように開封してあります。はい、では早速ねもう行っちゃいましょう。はい、何が出るか頼む。悟空かベジット、せーのせ。あ、なんだこれ。あ、はい、ご飯でしたまあなんとも中途半端なグレートサイヤマンのジャーマンですねこれね。あー、ご飯か。なるほど。まあ。はい。まあこんな感じですよね。私の運は。はい。ではもう、ハンターハンター、もうキールは狙いでいきたいと思います。もうすでにこれもね、カットしてあります。はい。もういきますよ。よし。頼む。キール。せーの。あー、ピトーね、はいはいはい、ピトー、うん、まあ、ピトーね、はい、まあ、1個目はいいですよ、はい、うーわ、まあこの中からキルアだけ抜くのは無理だよな。じゃあ、3個目いきたいと思います。頼む、来い、キルア、せーの。あ、でもメルエムだ。よし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 、当たりでしょう。すげえ、キメラアントの2人、いいね、ピトーとメルエム、これ当たりですね、うん、いやー、キルアは出なかったか。はい、ということでね、今回はね、渋谷のパルコに行ってきたということでね、購入してきたものの紹介となりました。はい、まあね、この後も随時、何か購入しましたら、紹介していきたいと思いますのでね、この機会にぜひチャンネル登録、あとね、いいねボタン、グッドボタンお願いします。まあ、コメント欄も受け付けてますんで、よろしくお願いいたします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。